はい、どうも楽天男子の萌です、おはようございます、今5時54分でございます、朝のね5時に一応記事が出ておりました。というか正直言うとね、その前にねもう登録者の方にちょっと情報を先取りしていただいてたんですけど、もう結構これ楽天ファンとしては衝撃なニュース、ちょっと記事読み上げます。スポーツ報知から、ソフトバンク平石洋介氏を一軍打撃コーチに招聘、楽天監督を退任したばかりっていうね。いやどうしましょうね、どうしましょう。ちょっと記事読んでいきます、ソフトバンクが楽天前監督の平石洋介氏を招聘を検討していることが20日分かった。一軍打撃コーチのポストを用意しているとみられる。来季4年連続日本一、3年ぶりのリーグ V 奪回へ、打撃部門の強化を図るということでね。招聘って書いてあるんですけどね、もうちょっと読みますね。もうちょっとっていうか、一番最後の文章を読みますね。一番最後、森ヘッドコーチは PL 学園校の先輩であり、環境的にも溶け込みやすい、さらなる高みを目指す鷹に年齢も若く情熱的な指導者が加わる。加わるってこれさ、こう締めくくってあるってことはさ、もうほぼほぼ確定やんみたいなね。これは楽天はもうやばいね。まあもちろんね、ソフトバンクって強力なライバルであることは間違いないですよ。ライバルであるというか、まあ、ソフトバンクが、もうでもソフトバンクもう話したいこと多すぎてダメだ、追いつかん。もうソフトバンクがでも、これ、もう上昇であることが、またさらに分かる記事ですよね。もう日本一を決めた翌日、その2日後、もう翌日ぐらいですよ。ね、そうだよな。23日に決めて24日のニュースですから。にもかかわらず、もう来季のことも考えてるし、もうまさに上昇ですよね。だからこれさ、多分多くの楽天ファンとかはね、多分だから平石監督退任させなきゃよかったんだみたいなこと言うと思うんですけど、いやそうじゃない。そんなこと言ってたら勝てない、勝てない。上昇であるためにはもうつべこべ言わずに必要なものを取るっていうことが大事なんだよ。でソフトバンクは本当に多分去年のね、やっぱり ECGM 加わって浅村選手の争奪戦に敗れたと言ってもいいでしょう。ソフトバンクは去年ね、もう本当にソフトバンクは、楽天はこれは本当に将来的に来る球団だっていうのは分かってるんですよ。だから早めに目をつぶしておかないとなっていうことでもう動いてるわけですね。でバレンティン選手もさ、ソフトバンク多分本気じゃないですか。で西武の秋山選手に関してもソフトバンク本気じゃないですか。で楽天もね、秋山選手取るかどうかみたいなこと言ってるんですけど、もうなんて言うんですか、もう西武ファンがかわいそうとかそんなこと言ってられないですよ。岸も取って浅村も取って秋山も取れないよそんなのみたいな言ってられない。もうソフトバンクはもう何でもやってくるから、だからもう本当に冗談抜きで島の対談とかも、平石監督のこれ解任とかもね、これ実際なんて言うんですかね、イーグルスとしてはもちろん正しいこともちろんしてると思います。僕はファンとしてやっぱり、やっぱ上昇になるためにはソフトバンク見習わなきゃいけないって、この間ねソフトバンク優勝した後動画出したばっかりですから、ソフトバンクマジで見習わなきゃいけないんだけど、こういうところなんですよ、多分こういうところなんですよ本当に。だから余ったるいこと言ってられないですよマジで。で西牧選手の戦力外とかもね、あれでちょっとプンスカ怒ってるファンもいますけど、あれ別に戦力外でもないし、あれ育成になっただけだから、将来的にはね、ソフトバンクみたいに三軍制を敷きたいんで、だからドラフトも育成選手4人も取ってるじゃないですか。こういうことなんですよ。だからもう本当にソフトバンクマジで優勝した翌日からもう容赦ないんで、上昇球団、毎年勝つってこういうことなんですよ。だから楽天ももう十何年かに一回の優勝とかで喜んでいるようじゃダメだっていうことなんですよね。こういうことをしなくちゃ上昇になれないっていうこと。まあそれでもね、いいのかっていう人いるかもしんないけど、九州盛り上がってるじゃないですか。九州東北盛り上げなきゃダメでしょ。ねえ、俺本当に思いますよ、これは。本当に本気で思う。
もうこれマジで来シーズンバッチバチっすね。もうオフからもうソフトバンクと楽天バチバチだな。もうソフトバンクも分かんもうさっきも言いましたけど、ソフトバンクも楽天は絶対次来る球団だなと、次多分本当に上昇になる球団だなと分かってます。だからもう早めに潰そうっていうところでこうなってると思います。皆さんどうですかね。コメント欄でお待ちしてます。以上楽天男子の萌えでした。またね。